buwan ng Mayo taong 2024 nang umakyat sa rank number 2 ang ranking ni Cuadro Alas sa Backstreak.com. Ang ibig sabihin nito mga brad ay mataas na ang tsansa na maganap ang kanilang sagupaan ng Japanese monster na Uya Inoue. Kung ating matatandaan, noong taong 2020 pa lamang dapat na naganap ang kanilang laban. Subalit dahil nga di umano sa pandemic ay hindi natuloy ang kanilang sagupaan, na sa aking palagay ay hindi naman talaga pandemic ang tunay na dahilan. Samantalang nito lamang buwan ng Mayo taong 2024 ay naganap naman ang laban ng Japanese monster na Uya Inoue. Ay unang beses na tikman ni Uya Inoue ang lasa ng lona fighter na si Luis Neri. At kung ating matatandaan, ay isang lepok din ang bumasag sa eye socket ni Uya Inoue noong unang pagharap naman nila ni Nonito Donaire. Bagamat tinalo ng Japanese monster si Luis Neri by knockout, ay hindi na nito mabubura sa kasaysayan na isang Meksikano ang nagpatikim dito nang una nitong paghalik sa ibabaw ng lona. Dahil dito ay nabuo sa isip ng mga Pinoy fans na papaano na lamang kung kamao ni Cuadro Alas ang tumama sa mukha ni Inoue. Kakayanin kaya nito ang kamao ni Cuadro Alas? Subalit gayunpaman, kung sakaling matuloy ang laban na ito, ay kakayanin naman para magkaroon pa tayo ng mas malawak na idea na rito at balikan natin ang huling laban ni Cuadro Alas. Ito ay kontra sa Japanese fight na si Yukinori Ogoni. At pagkatapos nito ay sama-sama nating husgahan kung kaya nga bang talunin ni Cuadro Alas ang Japanese monster. Ngunit bago tayo magpatuloy ay inaanyayahan kitang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang palagi kang ma-notify sa mga bago nating video. アリアケアリーナ、まずは第1ラウンドです。一気に追い込みつけています。リードフィールドして好戦的に距離を詰めしていった。しかし奥に返します。カシメロが近くにリボディ。さらに行く。リーダー思い切り振っていった。さあさらにここでまとめるか。しかし一方頭を下げた。ナイツ小栗、リードストレート。しかし右フック。カシメロが前に出ます。カシメロが奥義を今ローピン背負わせ、そしてまた右振っていきます。 カシメロ、スタートから来ることは分かってましたが、しかし来ますね。まあ、とにかく相手の選手が分からないといけないというふうに思ってましたが、今度は奥義のストレートを出していました。さあ、今、ロックを手にしているのは、カシメロ選手ですが、オニー選手もしっかりと守らずに、順位に出ていますね。そうですね。まず序盤の見どころ、どういったところでしょうか。カシメロは、ああいうふうにスタートから、 しっかりと、サイドパッチ振ってくるんで、しっかりと、オニー選手も、まともにもらわずに、組み立てて、徐々に徐々にタイミングを合わせてリズムを取っていきたいですね。大歓声が巻き起こっている、ここ、有明アリーナ、左側を出していきます、オニー。ミノック、打っていました、ガシロー。リーダー、ストレートも出していきました。 さて、岩瀬さんはどういうところを狙ってらっしゃいますか。そうですね、やっぱ、ものすごい、カシメロ一丁目になりまして、でもやっぱ、レブリンさん冷静ですよ。ちゃんと分かってるし、最初から大事だし、レブリンさんはこういうことに対して本当に準備ができる人なんで、はい、本当にあの、 攻撃もいいですよね。そうですね。シャープでいいです。左フック、右フック、左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 フック
盛り上がりの
ここ神崎アリーナ、カシデロ VS 小木の一戦です。それではまず両者の対戦成績をご紹介いたします。元世界3回級制覇チャンピオンのジョニー・デビカシデロ、狙うは井上尚弥の首です。ここまで37戦して33勝4敗、そして33勝のうち22個のノックアウトを奪っています。対戦はロングオーナー、元の世界王者の奥に入場です。ここまで25戦して21勝2敗2分け、やつの KO を奪っています。今回は去年9月栗原戦のドロー判定以来、およそ1年半ぶりの試合ということになりました。岩瀬さん、はい、第1ラウンドどんな印象でしょうか。そうですね、後ろ来ましたけど、小木さん冷静で、小木さんもちゃんとエンジンかかってます、はい、ちゃんと冷静に見えてるし、ちゃんと返せてます。そうですね、はい、さあここはまた近づいていったカシデロ、近づいてきます、リエックだ、一から小木選手も打ってますからね、頭を沈めながら打っていきます。はい、山田さんどうぞ。まあ、いけそうという雰囲気で初回から言ったりするけど、まあもう少し、慎重に戦ってもいいのかなと思います。あ、そうですか。どうしても強さがありますけどね、そこに気合入ってますからね、周りがどんどん立ち越しを拾ってきた、ファンクラスを起こしてきた、そして世界チャンピオンが今を通した、これが本当に慎重です。今回のカシデロ戦、その再現はなるでしょうか。今回タイトルマッチではありませんが、ただクエはでかい相手です。どん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 行くことでカシデロの勢いを殺していますよね。そうですね、ワン、ツー、スリー、そしてコンビネーションをつなげて右のボディから左から右フックを放っていきます。大きいです、左のボディアッパー、さあ左から右フックを放っていきますが、お互いボディを打ち合っていきます。右フック、カシデロ右フック、ステッパー、スリーフィンガーで、そして左フック、右フック、ちょっと動きが止まった、上にさあ右フック、思い切りフルスイング、カシデロが迫る。岩瀬さん、はい、あのフックがあるから怖いですね。怖いですね、ガードの上からも関係ないですからね。ガードの上からも当たって今と右に向きますから、ね、さあ入る、どんな構成になるか、ワンツを放っていきました、ボディストレートです。そして左のボディから右ストレートを放っていきます。奥にそこはかわしています。カシデロ身長差は9センチ上回っているのは奥の方でありますが、その距離を潰していきます。カシデロ、やっぱりファイトスタイルはこの構成的な戦い方ですよね。しかし、そうですね、かもしれませんね。はい、あえて詰めていくことで、なるほど、カシデロの攻撃を抑えて、自分のペースに持っていくという、相手に詰められるように、同じくこう近くで戦うんだったらば、やっぱり自分の方から攻めた方がいい、自分の方から近くで攻めた方がいいという、右の選択かもしれませんね。やはり、右のストレートボディ、最後、ボディ放っていきます、サッパー、そして右フックを放っていきました。これどうでしょうか、ロープに詰めてですね、おっと左フック、これはうまくバックステップバッシュした奥に、ワンツー、リバスレッジ、左ボディ、そして左コンビネーションつながって右ストレート、さあここで捉えるか、右ストレート放っていったカシデロになりますが、カシデロが後ろから見えますね。やっぱさ、これ近い距離で戦うのが自分からというところも高いですよね。真っ向勝負でしょうね。真っ向勝負、どんどん攻めていきます。一発一発からは人生を感じられます。さあパンチを放っていこうというオギーです。左ジャブ、しかし前に出る、今度はカシデロも少し前に出ました。ボディストレート、左フックを放っていきます。頭を下げる、右フックだ、右フックを放っていった、左アッパー、右アッパー、システルフックでした、奥に返しました、ワンツー、右ストレート、カシデロのコーナーが襲いかかっていきます。第2ラウンドが終わりました。各ラウンド嵐のようなラウンドが続いています。さあ、はい、第2ラウンドいかがでしたでしょうか。いや、小木選手すごくペース切っていましたけどね、まあ、最後一つブラックパンチというのがあったので、はい、相手の勝利だったと思うんですけど、作戦もいいですね、はい、そういうことですね、勢いを殺して相手を打って、まあ、攻撃ももちろん気をつけながらということですね。初めはあれだけやっぱりパンチ振っていったら疲れは絶対溜まりますからね。小木気取りが話をしているんですが、前半で終わらぬ限りめちゃくちゃしんどい試合になるだろうなというふうに話をしているんですけど、それはやっぱりここでまず主導権を握るということなんですね。そうですね、逆に気をつかせないという人、はい、であれだけ前に出てますよね。前半戦かけてることもあるかもしれませんね。さあ第3ラウンドが勝っていますが、やはり近い
ツビック上がっていきました。ガシメロ左フックだ。ちょっと足を引けるかもしれませんね。あ、そうですか、はい、そして右フック放っていきます。ただ距離を潰していく小栗、細かいコンビネーションを放っていきます。左のボディ放っていきますが、しかし右振ってきました。ただ右のスカレット返していきます。オーダーパーです。そしてロープを背負わせる。さらに右のストレートを放っていく奥にカシメロを捕まえたい時間。ただカシメロとしてもこの動きは止まりません。リー上がっていきました。左クー、もう本当に上半身ごとですね、パンチを振り回していますからね。さあ左クー、ちょっとバランスを崩した奥に左フックです。一発もそうですね、腕はすごいですね。そうですね、自分の体すべてのパワーを、体中にある全てのパワーをパンチに込めている、そんな風に見えます、ジョン・リル・カシメロ。さあボディに放っていく奥ではありますが、さて岩下さん、まあ、かなりお見事ですね。あの非常に上手い戦い方見せているんですけどね、そうですね、この男には奇跡を運ぶパンチ拳があります。前に出る奥に、そして一方のカシメロ、そのパンチをよく見ながら、ここはバックステップです。お気にのパンチを見ています。ただ少し踏み込みを見せました。ワンツーボディにストレート。しかしこの踏み込んだお気にに対して頭を下げていきますカシメロです。そしてまた頭を下げて左キック、そして右ボディになっていきます。ワンツーを放っていきましたお気に、そして右のボディストレート左キックカシメロです。近づいてカシメロプレッシャーをかけています。そして右のボディストレート最後のボディコンビネーション放ってワンツースリー放っていきました。リターンクリッチブレイクです。残り時間はまもなく45秒になります。第3ラウンド左右からは回転しています。そして右のストレートボーリー攻撃です。さて、この第3ラウンドシンプル回転戦はどうですか。いいですね、カシメロの攻撃の対して攻撃成分を持っています。ミーフク、はい、ちょっとカシメロがね、あのスティアちょっと止まっているところがありますけどね。トリギフック、これは避難した危ないところです。右フック、そして左フックを放っていきますカシメロ。頭を下げて左フック参ります。しかしアッパーを返していく奥に、残り時間はとわずかになります。左の裏も出していきました奥に。ワンツを放っていったところで第3ラウンドが終わっています。岩瀬さん、はい、第3ラウンドの印象はいかがでしょうか。そうですね、奥野さん前半やっぱカシメロ来ますけど、後半しっかりポイント取ってるのは奥野さんなのかなと思いますけど、ね、はい、はい、カシメロも、まあ、疲れてるのかこう雑にやってるのかちょっとよくわからないですけど、はい、後半やっぱり雑になったりとかダラダラするところがあるので、そこの印象としてはもう少し、なるほど、はい、流れとしてはいいですね。そうですよね、とても嫌ですね、ああいう、まあ、あの強打ではないんですけど、ああいうちょこちょこタイミングを当てられたら嫌になりますよね。あの実にシャープに技術が光る、うん、テクニックが光る、ラウンド4、コリンさんの動画シンコットだと思います。さあ第4ラウンドが始まります。左のジャブを見せる、そしてボディストレートから放っていきましたカシメロです。そして入っていった左フックを出すカシメロでありますが、ここはクリンチの状態ですね。ここは入ります。徹底の相手に浴びせることができるのか。左フック上がっていきました。右フックだ、右フックを上がっていきました。ここでああ。
しまいました。流血が止まりません。国幸典です。偶然のバッティングによるストップでございますので、この試合はドロー。